ジャレン・クリストファー・ビーイックスは、アメリカ合衆国アーカンソー州ワシントン軍、フェイエットビル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のタンパーベーレーズ所属。2014年の MLB ドラフト12巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで、プロデビューし、2試合に登板した。 2015年は A 級グリーンビルドライブでプレーし26試合に先発登板して9勝7敗防御率4.32100奪三振を記録した2016年は A 級セーラムレッドソックスと AA 級ポートランドシードックスでプレーし2球団合計で26試合に先発登板して9勝8敗防御率3.8711奪三振を記録した オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年は、AA 級ポートランドとトリプル A 級、ポータケットレッドソックスでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して11勝を敗、防御率3.29、155奪三振を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人。 枠入りした。2018年は開幕を参加のトリプル A 級ポータケットで迎え、6月7日にメジャー初昇格を果たした。同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。2018年7月25日にネイサン・ヨーバルディとのトレードでタンパベイレーズへ移籍した。移籍前を含めた2球団合計で14試合に登板して5勝1敗。 防御率5.51、42奪三振を記録した。2019年は33試合に登板して6勝3敗、1セーブ、防御率4.31、89奪三振を記録した。2020年8月27日にトミー・ジョン手術を受けることが報じられた。フォーシームは平均92マイルパーアー程度だが、バットの芯を外すのがうまい。 ありがとうございます。